We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me. Can you tell me? Bye! こんばんは、松本恵奈です。今日はですね、すごい久しぶりに夜の撮影なんだけど、あのプラダのガレリアっていうアイコンバッグがあって、それのね、あの新作が発表されたので、それのローンチパーティーに今から行ってみたいと思います。バッグとね、仲間も一緒に来てるので、ちょっと今から行ってきます。なんかさ、すごい久しぶりじゃない？久しぶりです。夜の、はい、夜のこういうのすごい久しぶりだよね。久しぶりです。もっとゆっくりしたかったな。港区に来たのもすごい、なんか久しぶりかも。そうですね、展示会以来じゃないですか。そうだよね。どんな感じなんやろ、ちょっと楽しみ。はい、今日の私服なんですが、今日はちょっとパーティーだったので、あのちょっと露出した感じの、肩とか出した感じのスタイリングにしたんだけど、これがね、先行予約会でもすごい人気だったアイテムで、プラネのオリジナル柄のシリーズのワンピースなんだけども、このアメスリのこのタンクトップがすごいね、肩も綺麗に見せてくれるし、お気に入りのワンピースで、ちょっとこの辺のジップとかもポイントになっているワンピースで、私これはね、もう2色買いました。で、あのパーティーだったので、ちょっと足元はブラックのヒールにクラッチバッグでちょっと黒で締めてみました。で、髪の毛とかもね、ちょっとパシッとして赤いリップでいこうかなと思っております。バイバーイ。今日はですね、これからマルジェラのフレグランスイベントがあるということで、ちょっとお邪魔しようかなと思っております。もうね、あの現地にユリナが到着してるみたいで、私たちはちょっと遅刻してあの向かっておりますので、楽しみです。マルジェラのさ、香水ってめっちゃいい匂いだよね、本当にね。なんかね、今回マルジェラのフレグランスイベント行くの多分2回目なんだけど、最後ギフトでいただいたやつも今でもずっと使ってて、だから今回もどんなフレグランス出るのかめちゃくちゃ楽しみです。はい、今日のスタイリングがこんな感じです。このワンピースね、すっごい可愛くて、あのお腹のところがちょっとメッシュでね、透けてるんですよね。で、あの心配な方は中にペチコートもついてるので行ってもらってもいいし、ウエストにリボンがついてるのでキュッと結んだりしても可愛いです。マルジェラのね、フレグランスイベントということで、ちょっとシューズは旅ブーツで来ました。で、バッグはね、ザローのブラッチバッグなんだけど、オールブラックでちょっとプラスチックな印象で止めております。はい、で次ユリナだね。はい、ユリナです。じゃじゃーん、ちゃっかりコーデ紹介させていただきます。ちなみに私が今着ているのが、これからマノフで発売の7月アイテム、どちらも先行予約でももうダントツ人気だったナンバーワン、ナンバーツーのアイテムです。ちょっと今日はマルジェラのイベントということなので、綺麗めにこのシースルーがドッキングされている、ブラウスに、ちょっとボトムあえてカジュアルにマノフらしく、この一番人気のニットパンツで合わせてみました。このブラウスはちょっとこの後ろがマントっぽくなっているシルエットがポイントなのと、このウエストのリボン取り外しできるので、チュニックみたいに着ることもできるし、こういう感じでウエストをマークしてメリハリをつけて着ることもできます。体型カバー、細見え、全部マノフらしいのが盛りだくさん、兼ね備えてくれる一押しのアイテムです。はい、会場着いたので早速行ってきまーす。行ってきまーす。あっちだよね。急に香りの話が出てきましたが、実は嗅覚というのはですね、脳の感情や記憶を司る領域と密接に関わりがあると言われております。このクッションをお持ち帰りいただこうと。
ね、なんかハリーポッターの新しくできた遊べるところに来てるので、ちょっと子供たちとゆりなと一緒に遊びに来ました。行ってきます。楽しみ。すごい、見て見て。トーキー、ママもね、トーキーとお揃いのヘビにした。後で一緒に写真撮ろう。ほら見て、ママの頭とお揃い。うわー、すごいすごい、すごい、すごいね。あ、ごめん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 。いや、皆様、大広間といえば何が思い浮かびますか？魔法学校ですね、その通りでございます。それ以外に。ルカの始球式見ましたか？見て。これ実際本物なんですよ。あ、これ見た、ニュースで見た。ジョークストーンです。多分一番知ってるわ。知ってます。何何それ。これ床を全く同じやつで作ってんだよ。クリームが甘い。朝の8時から4時までディズニー。どうですか？超えて？超えて？いい、甘くない？めっちゃ甘い。超えて超えて超えて。超えるの？そう、超えるの。その炭酸を飲む。え？陶器にも一個あげようか、これな。早く。